トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。6月13日日曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から南の空、西の空にカメラを回してます。昨日に引き続き今日も雲の多い朝になってます。風はありません。雲は出てますけども、気持ちのいい気候の朝になってます。ハトさん、おはようございます。おはようございます。今日は棚の上3羽いますね。1羽飛んできました。手前の灰の刺し、4月生まれの鳥ですね。だいぶ成長してきましたね。奥の灰ごま、これも4月生まれの鳥ですね。しっかりしたいい顔の鳥になってます。あ、これ来た。これ成鳩です。灰の刺し、今子育て真っ最中です。おお、へばってますね。やっぱり成鳩は見た目しっかりしてますね。6月の日曜日、7月の第1週の日曜日、この日曜日はハトの集団失踪特異日という考え方を持っていまして、今週もこの日曜日は社外をやめて厩舎の中にハトをとどめてます。たまにはハトを飛ばさないで厩舎の中でハトと戯れるのも楽しいです。手に餌を少しずつ持ちながら、床に巻きながら、ハトが寄ってくるのをこう見ながらですね、一羽一羽の顔を見てコンディションを確認しながらこう餌をあげるのもなかなか面白いもんです。今はこれ集団でこう餌食べさせてますけども、これ食べた後少しずつ餌を床に巻きながらハトと遊んでました。まだね、手から食べるという練習はしてないんで、床に巻かないと食べに来ないんですけど、これから徐々に手から餌を食べてもらえるように鳥と戯れたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。明日は予定通り社会を行いまして、鳩のビュンビュン飛び回る姿を見たいと思います。失礼します。